平和党背面から、左下に交差点が見える。右の建物が、南西部集会所。地図日清戦争外戦碑は、広島県広島市南区南町にある、日清戦争勝利を記念して建てられた石踏み。なお、現在の正式名称は平和党であるが、本表題では便宜上級賞を用いる。高の記念碑とも、1896年竣工、全高16メートルで、 頂部に金属製の飛びの像が飾られている。側面に平和塔と刻まれている。南及び宇品を縦断し、広島電鉄宇品線が通る、現在のメインロードである宇品通りの一本西側の道である宇品き通り沿いの南町緑地と呼ばれる小さな公園内にあり、広島南警察署、南交番の南側及び南西部集会所の東側にある。 少し南へ行くと、千田病公園がある。三行通りは、1885年明治天皇が、広島に行行した際に、広島からの出発地点となった、宇治名港へ向かう通り道となったことから、三行橋と共にその名がついた。当時はこの通りが、宇治名のメインロードであり、終点である南端には、三行松が植えられた。1888年広島を拠点に、 第五師団発足。1894年日清戦争が勃発すると、第五師団は第三師団と共に第一軍として先鋒となり、宇治那港は平坦基地となり、三行通りを多くの兵士が通って戦地へと向かった。1895年日清戦争に勝利すると、全国各地にそれを祝って戦争期、広島でも、 第五師団機関を盛大に祝っており、見行き通りに仮説ではあるが、外線門が作られ、西連平城の片隅には、砲弾形状の全高、約20メートル規模の日清戦勝記念碑が作られた。この外線碑もこの時に作られた。1896年分、官・民の寄付により、日清戦争外線碑が竣工された。名称は、 出雲岩見沖備中貧乏和基礎長と八、過国連合外線費とする資料もある。建築費4988円72千4輪。この地が選ばれた理由は、ここが三行通りを左折し三行橋を渡り、広島大本営や第五師団司令部のある市中心部へ続く北西方面への道と三行通りを直進し、明治天皇にゆかりのある。 七山から当時東京を起点とする鉄道網の生誕であった広島駅へと続く北方向への道の分岐点にあたり当時は建物はなく見通しの効いた場所だったからである。また当時は七山通りと三行通りの分岐点でもあった。太平洋戦争中金属類回収令により市内の公共施設の金属部品が次々と外されたものの ここの長部の金属は外されなかった。1945年広島市への原子爆弾投下により被爆。ここは爆心地から約 2.5km 離れたところに位置、したが倒壊はしなかった。ちなみに西連平城の記念碑は爆心に近かったこともあり、全壊している。1947年新中軍からの球団を恐れ外戦碑,碑と書かれていた部分を セメントで塗りつぶし、平和党に刻み替えられた。ありがとうございます。